まるためのケースケとシャガルドーガチャムーちゃうねんなもうさあ皆さん、とうとうこの時がやってきました。本日の企画、日本一のサービスエリアで3万キロカロリーチャレンジ。うちにはガチヤマっていう食えるかもしれない男が入ってますから。まあ今のところもっちゃには勝ててないけど、食えるって思ってるよ俺らは。1万キロカロリー、2万キロカロリーの時よりは僕ら多分食えますから。ああ確かに確かに。もう胃も鍛えられてるし、でっかい胃袋入ってきたし、もっちゃんと同じ胃袋がもう入ってきた。ただ俺無理やで今日。なんで？口内炎ある。ああ、はいはいはい。ベロの横にあんねん口内炎。ソース系とか食ったら毎回水で消毒しないと思う。うわ、水で消毒はできてへん。ということで今エビナのサービスエリアに来てます。エビナのサービスエリアといったらグルメで有名なわけじゃん。めちゃめちゃ有名。知らない？日本一の、日本一のサービスエリアですから。上りと下りがあって、上りは車止めれる台数エグいのよ。パチンコ屋ぐらい止めれる。いやマジでそれぐらいあんのよ。まあ、好きなもん買って3万キロカロリーチャレンジしようじゃねえかっていう話。無理やろ。どう考えてもガチヤマの可能性を信じてんねん。いや無理やろ。どう考えてもこれやるって言ったやつはお前一番食えよ。お前一人で1万キロぐらい摂取しろ。俺は避けてきたで、この企画。今まで視聴者さんからも3万キロカロリーやってください、いや無理やろって思ってたから俺はやらってこんかった。お前はやったってことはどういうことか分かってるよな。分かってます。腹減ってるやろ今。めっちゃ減ってるよ。爆裂急に減ってる。爆裂急に減ってるやろ。じゃあそろそろもうぐだぐだ話しててもしょうがないんで、食べたいもん買いに行きますか。お前はマジでカロリー高いの。もちろん、む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 ちろん。うまそうないっぱいあったわ。いやー、無理やて。で今回なんですけど、全部が全部にカロリー書いてないわけよ。なんでちょっと携帯とかで調べて、おおよそのカロリーで全部計算したいと思います。なるほどなるほど。じゃあいただきまーす。僕は何を買ってきたかというと、こちら入れカツ弁当。僕はシューマイ弁当。私は大判牛タン串2本、黒毛和牛串2本買っちゃいました。若雑魚や。肉低いで。もっちゃんが串系しか買ってないのを俺は見てたのよ。だからもっちゃんにローストビーフ丼買ってきちゃいました。ナイス。はいどうぞ。この時点でもう落とし合いが始まってると。協力だろ。すぐそうやってさ、落とし合いみたいにやめようぜ。じゃあ30分後みんなでちょっと予想しようよ、この状況。ん、全然用意してますよ。はい、僕は米八のすき焼き弁当。ちっちゃいな。ちっちゃいなって言ったからね、こうでかいんやろ。ああ、これ買ってきたのはこちらです。油淋鶏串2本でございます。お前は舐めてんの。いや、これマジすごいのよ。これは最高級 A5 ランク黒毛和牛牛めし極み。ただいいやつ買ってきただけや。いただきます。いただきます。絶対車汚すなよ。いただきます。いただきます。うますぎる。うまいけど口内炎がつみる。マジきついベロの横の口内炎。この企画俺初めてだけどさ、コツはやっぱパッパ行くこと。根性っしょ。気合いか。結局先は腹減ってるからね。うん、みんな黙っちゃってます。そっち文句しかねえだろうな。一発目でなんぼ行くかよ。予想どんなもん。5000行きたいね。1回で5000行ったやったら6回続けるだけやで。意外と簡単。意外と余裕かも。ごちそうさまです。早っ早っ。うわー、もう幸せで帰りたい。うまいままで帰りたい。うん、口内で飯食われへんって嫌やな。俺一回も口内になったことないからさ。俺もない。その苦痛がマジで分からへん。リタイアしたい。牛タン串、黒毛和牛串、完食でございました。ありがとうございます。パラパー。大丈夫か今の発言。待って。何よ。ガチ苦しい。マジ言ってる。マジで。ねえ。それは許されへんで。ああ。ユリチグシ、完食です。うん。ああ。お腹の方は2割ぐらい。まだいける7割。おお、割合ケースよ。口内炎が。あ、割合じゃなくて口内炎。割合じゃないということで、一番肝心なのはカロリーだからね。ちゃんとカロリー計算して買った。いや、え、食べたいもん買った。さっき串は舐めてるとかなんとか言ってませんでした。言ったよ。いいやん、好きなもん食べたその人たちって。なんだなんだ。はい、じゃあ島袋からカロリー発表お願いします。私が食べた牛タン串2本、黒毛和牛串2本、こちらのカロリーが886キロカロリーです。雑魚やん。一番おデブがそれしたらあかんわ。序盤で食べてみんなと一緒に沈んでいくより、序盤抑えて後半一人だけで残って絵を伸ばすっていう。俺今日お前に負けへんで。
あーなんか前回ヒレ肉5キロだったら勝てるみたいなおっしゃってたみたいですけど、ヒレやったらお前勝てんで、ね、マジで。じゃあじゃあまあまあ次回ヒレ肉、じゃあ勝ったらしてくれるベンツ。じゃあ僕も勝ったらベンツで。いやそんなんお前はあるよ。おかしいそれは。僕シュウマイ弁当800キロカロリーでーす。なんか渋いね、なんかね。じゃあ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 キャパあえて抑えてん今回。僕1126キロカロリー。マジ？ガチで？ココイチとかで俺勉強してるから。あー。とんかつ入ってたら高いっていうこと。じゃあはい、俺ガチ山黒毛和牛弁当。765キロカロリー。苦しい。俺より下のやつおるやんけよこいつ。すき焼き弁当。656キロカロリー。やばいって。やばいマジで。いや違うね。そう。だって俺普通にヒロの2倍のカロリー取ってる確かに。お分だよ。次僕ユリンチ1080カロリー。おお。コスパいいのよあれ。次からずっとユリンチーグしか。やばいそのルーティン。第一陣の合計カロリー5313キロカロリー。これあと5回繰り返せば達成よ。じゃあ今のルーティンをもう一回いけ。黙れお前は牛串やな。じゃあ2回目いけます。よっしゃ。はい、買ってまいりました。またうまそうなん買ってきちゃった。え、待って、自分が好きな時間置いたからちょっとお腹きたんで。いや、全然。あ、お前そうやって一人だけ。違う、俺はお前らを試してました。あーなるほどね。さあ、食べていこう。食べますか。ということで、僕2個目タコライスでーす。晴れてる、晴れてる。僕、2個目、こちらです。すき焼き黒毛和牛でーす。勉強したしてますとも。してなかったらどうする。どうするとかさ、お前らさ、仲間意識持ってや。もうやめようぜ、そういうさ、仲間割れみたいな。島袋。俺ちげえよ。俺ちげえ。ええとか言って。ということで僕はローストビーフ丼、さっきいただいたやつ食べていきたいと思います。俺は黒毛和牛牛飯です。で僕は唐揚げ弁当です。いいね。僕はこちら豚カルビおにぎり。大丈夫？ちっちゃない？めっちゃ美味しそう。え、しゃれてるわ。 OL の弁当やなこれ。絶対カロリー低いやろ。こんな肉が買ってんのえぐない？もうダメだ。襲いかかってくる口内の痛み。このペースでいけばマジですぐ終わる。このペースでいけばマジでな。しっかり先般のやつ出てきそうだな。ゲットリーグマジで頭使っていかないと。ごちそうさまでした。単純にいけば1万超えるよな。これやってあと4回やろ。4回？合計1人で弁当6個食うよな。ドラコさんやぼや。まだ2巡目でいるわ、やめてくれよ。ごちそうさまです。これはごちそうさまでした。もうさ、一口食べてくれ。いらない。うまいからマジで。マジいらん。やめろよそういうの毎回。キモヒロいる。いやいいわ。タコライスってこんなくどかったっけ。タコライス意外と脂あんな。何欲しい？ちょっとタコライス食ってみて。なんでハンティングいなくて。ごちそうでーす。いけよ最後。おい、てめえで買ったもんぐらいてめえで片付けろや。ガタガタうるせえゴリラだな。ごめんなさい。今日最後の一口いただきまーす。もうしばくぞお前。マジでちょっと次本気で行こう。休むことなく。オッケーオッケー。でかけりゃいいじゃないか。そうやってな、保険かけんなよマジで。お前マジカロリーな。お前何も言ってんねん。お前カロリー800以上ということで第2次カロリー発表。まあお前ら俺が最初に言った616過去最低。過去最低カロリー叩き。待て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 、2つで俺2000ぐらい取ってるから。1800ぐらいやな。いってないぐらいや。僕912キロカロリー。意外とすき焼きでそれはすごいんじゃない。僕ローストビーフ丼1058キロカロリーです。おーい、結構ボリューミーだった。結構ボリューミー。次からもっちゃんローストビーフ丼でいいや。いやそれは結構です。俺が牛飯853キロカロリー。なるほどね。はい、僕豚カルビおにぎり2個で918キロカロリー。あ、いいね。918すんの、すげえ。唐揚げ弁当760キロカロリー。待って、お前なんか俺が言った時バカディスってたけど。やばいや。ということで、第2陣の合計が5117キロカロリー。5000いった。第1陣の5313キロカロリー足すと1万430キロカロリー。1万いったいった。3人ぐらい。これ、いけるいける。1万キロカロリーとかもう余裕やな。余裕やな。次買うとき早めに行かないと。そうだね、どんどん胃袋がブク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 。買いに行きましょう。第3次スタート。はい、ということで席チェンジしました。え、言っとくけどマジでもう入らねえから。
でも俺マジで最後ちょっとブースト、まあ、最後じゃねえんだよ。最後はそうだよ。何お前勝手に締めにかかってんだ。じゃあ食べますか。僕がこちら鶏そぼろ丼のなんかめっちゃ多いの買ってきました。攻めた。見てバカでかい。俺もそこのお店の牛すじ版買ってきました。いやパンパンだよ、ね、マジ顔と大きさ変わんないから本当に。じゃあ俺続いてチョコクロワッサン6個入り。お前パン行くわマジでバカ。クロワッサンでバカカロリー高いの知ってる。揚げてまっから、チョコ入ってまっから。続いて私が買ってきたものはこちらです。フライドチキン。はい、お前ん時だけ映えてんのうざい。油ぎっしょいっぱい取っていくよ。シポシポー。いや、それやばそうだな。次、僕油淋鶏2本。カロリー高いよね。カロリー高い、これ1000超えてる。ちょっと待った。うわちょっとお前ら舐めすぎ。うるせえブス。いやこれだー。でん、でん、でん、お前まさかと思ってた。こいつマジでやってね。やった、やった。え、海洋がもしかして、海洋が出てんの。海洋がじゃん、絶対。うめー。チーズケーキ。ワンホール。ワンホール。あー、ほビスケート、ちょっとケーキ食った時死んでたやん自分。こんぐらいしないとダメなんだ。じゃあ食っていこう。チョコ、はい、チョコクロワッサン、チョコが入って大好きさ。なんだけどお高いから、そんなに財布は開けられないの。お高いねワッサン。いや別に飲み物解禁しちゃった。こっからすぐ腹たまるぞ。2本目これ。これマジ先般だよ。2本目はやばい。おめえチキンばっか食ってねえで喋れや。お前喋る前にチョコクロワッサン食えや。あーごめんね。ちょい止まってんで。黄昏れてた今。エビナ、エビナ、エビナを。ガチきつい。何してんのチーズケーキ。ボクボク捨てるよ。今から交換する。え、ここしよう。え、なんで入れてんの。はい、また早い。これ意外と味甘くないから。ガチで交換する。ガチ交換せよ。えぐっ。俺絶対交換しねえよ。俺絶対交換しねえ。もうこいつ。なんか買った。シャリシャリ入れてんで。黙ってチョコクロワッサン食ってきゃよかったよ。交換する。ひまねえ。全然俺らキャップは一緒じゃない。俺ももう死ぬほどきついね。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。余裕やん。お前そういうとこあるよな、いつもこの企画の時。え、え、先にお前さ、え、もっちゃんより食い食うの遅いやばい。俺お前恨むからな、マジで。言ってやれ、言ったれ。早く行けよ。早く行けよ。ごめんなさい。こうなっちゃった。第3陣カロリー発表。いやでも今回多分結構デカめが多いから結構稼げてると思うよ。僕のこの超特大鶏そぼろ丼1020キロカロリーです。うわー重い。牛すじ丼1156キロカロリーです。うわー重い。じゃあ俺のミスターチョコクロワッサン一番食べるの遅いってことは相当量があったよな。もうガチ言っていいっすか。はい、カロリー1156。俺と全く一緒じゃん。牛すじ丼で一緒やん。1156。ガチ？え、強いな。そんなことある？続いて、はい、私のあのチキン、おおよそですよ、原本がないんで1500キロカロリーです。うわー、今日一出たで。ねえ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 。じゃあ次僕いきます。油淋鶏先ほど同様1080キロカロリーです。はいはい。待って、今全員1000超え。1000超え。えぐっ。やばいな、これは。なんであのチーズケーキって言ったらもう。いや、やばいんちゃう。3分の2俺が食べたかんだ。それは置いといてカロリーよ。ワンホールのチーズケーキのカロリー数2000キロカロリー。えぐい。ガチ。え、相当いってないこれ。第3陣の合計7912キロカロリー。今までのカロリーを全て足すと、はい、18342キロカロリー。こんな簡単に2万近くいったっけ。成長してるんだね。あと1万2000か。ということで3万キロには達成できなかったですが、終わりますか。根性出したね。マジ？ガチで根性出した。俺はマジで根性出してるよ。俺もまあまあ言って普通。俺もちゃんと頭使った。ガチ？俺も頭使ってきた。これやばい。僕が買ってきた商品はお芋さんです。うわあ！一本？一本。一本？これこちら。何？待って待って待って。おい、ゴリラ！何やねん、早く出せ！揚げまんじゅうでーす。ふざけんなお前。まあまあこれ家計4ね。これ家計4。ああ、なるほどね。じゃあ俺いきます、はい、これソフトボールみたいなメンチカツ2、
賭けになんかみんなちっちゃなったなんかまんまとはめられた気分でいますねどういうことどういうことあみんななんかやる気ないのかなと思って俺もっと同じに振られてるみんなそっちにもう行っちゃったいやいやカロリーまだ発表してへんからえでも俺この時点で1500キロカロリー確定やからな僕がですね面白いことになりましたねこれ僕も揚げまんじゅう4つガチヤマとまんま同じですうわ奇跡っす揚げまんじゅうのとこ見つけたチートやそうマジでチートを見つけたガチチート見つけたらカロリー高いってことはい高いっすよちっちゃいの教えろよお前らそれ全員それ買えば終われたっちゃほんまになんか俺あんま考えないで買ったかも手羽先お前うんともすんとも言うやんお前食べますかこの焼き物なんかテレビで話題みたいなこれ見てじゃあメンチカツごちそうさまでしたなんかこの味嫌いやわ1500のために食えやさっさ僕のターン終了揚げまんじゅう油やばくないちょっとつけただけでこんな待って待ってこれやばい1分だったサラダ油丸飲みしてるぐらい油やばい次俺もデザート行こうかチーズケーキねいつもは一個一個店舗巡ってたからさ遅かったけど目の前に店があるから早いわ次下りでやるか今日の帰りってことごちそうさまでーす。焼き芋のカロリー調べとくわ。53キロカロリー。僕の焼き芋163キロカロリー。やってるやついるじゃん揚げまんじゅうが4つでカロリーが1075キロカロリーすじゃあそれかける2ってこと2150キロカロリーってことか俺とこうで2150キロカロリーメンチカツ大佐のカロリーは1051キロカロリーいいねいいねいいねでもおっちゃんの発表せんでも1500でしょそうもう1500確定ですヒロトのでも手羽先を手羽先の手羽先噂の手羽先カロリー数なんと1016キロカロリー数あったもんなそう第4陣の総合計カロリー5880でーすおわえ何ぼじゃ24222キロカロリーあと1回で終わるかっこ最高やこんな簡単にいったっけいや簡単じゃないけど全員が1000食ったら終わんの1200ぐらいえだから裏切らんとこだもん。え、ほんまやで。もっちゃんがまずあのチキン食うやん。いやーちょっと味にさしてちょっと味にさして無理やねちょっと俺、一回休憩させてほしい。休憩するときみんなで休憩しようや。ちょっともっちゃんちょっと行ってきてよ。1000キロは探してくる。1000キロじゃなくて1000キロ以上わかってますやばりんわかってますわかった、俺も行くわガチじゃあここさ、大食い二人コンビに任せよ。いや、お前マジボケんなよ。頑張れるだけ頑張るわ。お待たせいたしました。今回私が買ってきた商品はこちらです。ルルルルルルルシカーン。ごま団子。いやマジで面白くないね。バカ野郎。3本買ってきてるやん。でガッチャマ。アイスクリーム。でまだあるんでしょ？もっちゃみたいに。からのやろ。からの。これは全部前置きでしょ？もうやっぱ無理。お前次あれ唐揚げ弁当やで。お前いやいや休憩もらった分際でお前さお前がお前お前が俺にお前って言うないやだからごま団子1個食うわあいいっすマジで休憩じゃねえとか言うねんこれで食ったから休憩じゃないとかいや言わんよ第6次これ出発しないとかないよねマジいらねえ俺巻き込まれたんだけどでもぶっちゃけ賞賛に値するよパーキングエリアのもので2万4000ぐらいいってんの今1人5000キロぐらい取ってるとか平等に分けたなこっちはそれ重い。じゃあもうこう食べたら。なんかじゃ一個。ごめんね。一個ガチャン食ったよ。あそうだガッチャン一個食って俺一個食う。いや俺もう。じゃあそれはみんなで分かち合おうよ。分かち。いやもうなくなった。よしじゃあ完食。第5陣全員平等に食べましたね。まず島袋の団子3兄弟から。私が食べたごま団子1130キロカロリーです。あ結構ある。えぐ対するアイスクリームガチヤマアイスクリーム大佐が食べたプレミアムアイスクリーム232キロカロリーイエーイこれいい今回の第5陣の合計1362キロカロリーということで総合計25,584キロカロリーいいね1人
736kcal 取れば達成。唐揚げ弁当1個分ぐらいだ。無理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 。ここでギブアップするか、達成目指すかよ。何の揺るぎもないギブアップです。チキン3個買って半分ずつやればいいんちゃう。前と真ん中と、いや、いい、真ん中は無理俺。なんで俺お前とチームか。無理。第6人目買ってきた僕バナナミルク、ほう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 、とこちらワッフルを2つです。おお、それはちなみにちゃんと言ってそう。もう分からへん。僕1つしか買ってません。こちらです。出川鉄道元気ノリノリノリ。ふざけんなよお前、マジで700はないわ。ほんまにボケいらん。続いて僕アンパイに780kcalの団子買ってきました。アンパイやろマジで。ちゃんとアンパイにね、安定だね。うん、僕はですね3つ買いました。1つ目じゃがりこです。はい、あ、俺もお菓子と前ってんじゃん、はい、でもう1つがグミです。なあお前しょうもな、ガチしょうもな。でも終わらせに来てるからちゃんと。僕はこちらあと半月。何何何何それ、お土産やん。何それ鉄や。ガチ山はアオサチップスかける2。やばい、同じようなのがいたわ。と同じようなやついたわ。同じようなやつかけんなよマジで。いただきます。いただきます。うわ、俺もボケればよかった。おいしい、いけるわ。いかなあかんねん。マジで俺頑張ったわ。ホルモン炎ながらも、膀胱炎ながらマジ頑張った。待ってるこれ、いけるわ言ってたよさっき。よりり1個ちょうだい。なあ、なんか長い。お前サービスされてる。なんか長い。もっちゃん、このワッフルめっちゃうまいねんけどさ。このワッフル知っちゃうねん。ちゃうねん。ワッフル嫌いでも食えるようなワッフルになっております。こうやってやって、こうやってやったらプリント食ってるみたいな。食ったことあるんけお前プリント。食わされてたからいじめられてた。悲しすぎやろ。喋るな喋るなそれ。半分ノリあるって。大丈夫。いや違う、だって何も交換してないもん。じゃあフィットネス1個じゃない。違う、だってノリこれ何枚も入ってるじゃん。違う、ノリにかかる顎の負担考えゼロやん。だけどフィットネスはフィットチネグミな。フィットチネグミ。あいつ余裕そうなんだけど、マジで。それなんかもう疑いを持たれてる。おい、エビナに何時間いんのっちゅう話。これだけだけど、マジでもうやばい。いいから入れろ、口に入れろ。入れろ。あいつ性格が悪くない。マジ、あいつ入れないのやばくないっすか。マジやばいっすよね。さあ皆さん、終わりなのか、はたまた始まりなのか。第6陣のカロリー計算が始まります。マジでおかしくない、あいつ。あいつはほんまに。今の合計が 25,584 ということは 4,416kcal 全員で取ってよかったっす。じゃあ1人650だっけ。736でございます。じゃあケイスケからカロリーの発表お願いします。バナナミルク M サイズ、ワッフル2つ、 850kcal でーす。このオーバーでかい。850はえぐいな。それではヒロトの半月発表お願いします。僕が食べた半月のカロリー数は、はい、6枚で 870kcal です。あ、でかい。いいね。おちょいとしたオーバーがマジでいいよね。さあ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 、ガッチ山アオサのポテチ&プッチョ、何キロカロリーだ。 802kcal です。で、僕が 780kcal のごま団子です。お前全然頑張ってねえじゃん。さあ続いて、アゴナシューおまけのじゃがりこ、じゃがりこフッチーネ。お前さもう頭悪いやん。フィットネスとかフッチーネとか。合計で 768kcal です。760、はい、ノルマは超えてます。さあ最後ですよね。346kcal。 いや黙れ。お前普通に750食え。僕の買った出川海苔カロリー550。ちゃんとお前ら計算尽くして俺は勝って。黙れよゴミ野郎だわ。合計なんと3204kcal。 いやーじゃあ信じる仲間って大事やわ。俺が信じてよかった、みんなのこと。ちょ待って、最後に聞かして、ぶっちゃけ腹何分目なの。8分目。お前ら大変だよ。お前心くすぶりかます。
ばない、ヤバすぎて食らうからチャンネル登録する、いや発射 GO エスポワールトライブ、時代を変えるために今一緒にやげよう、12345動画再生数急上昇、難問ばかりの男女みたいな関門抜ければ感動、折れない心を持つのがマスト、エスポワールのインパクト。